5月30日から6月2日にかけて、ヨーロッパイタリアで開催される WRC 世界ラリー選手権の第6戦、ラリーイタリアサルディニアのエントリーリストが公開された。イタリアを囲む地中海に位置する離島サルディニアが舞台となる第6戦ラリーイタリアサルディニア。バエイクサポルトガルと同じく主なコンディションはグラベル、ミホソウロとなるが、 数あるラリーの中でも道幅が狭く、少しのミスがリタイアを招く型ラリーとして知られている。第5戦ポルトガルで2台を表彰台へ送り、マニュファクチャラー選手権でも逆転で首位に浮上したヒョンデシェルモービス WRT は、今大会に3台のヒョンデ I20N ラリー1でエントリー。レギュラーのティエリー・ヌービル、マルティン・ウィダグ組と夫田中、 マルティン・ヤルベ親組に加え、今季初戦となったラリーポルトガルで構想を見せたダニエル・ソルド、カンディード・カレラ組が出走する。4ポイント差でヒョンデを追うトヨタ・ガズー・レーシング・ワールド・ラリーチームは、全大会から1代弦の3台体制となる。トヨタ・ GR ・ヤリス・ラリー1をドライブするのは、レギュラーのエルフィン・エヴァンス、スコット・マーティン組と勝田・高本、 アーロン・ジョンストン組と、現在に連勝中のセバスチャン・オジエ、バンサン・ランデ組だ。また第5戦ポルトガルではマニュファクチャラー外の4代目出走となっていたカツタは、マニュファクチャラーエントリーへと復帰している。そして、残る最後のマニュファクチャラーである M スポーツフォード WRT は、引き続きアドリアン・フルモー、アレクサンドル・コリア組とグレゴワー,ール・ミュンスター。 ルイスルッカ組、ともにフォード・プーマ・ラリー1、という2大体制でのエントリーとなった。WRC2 クラスは、ポイントランキング首位のヨアン・ロッセルをはじめとする上位勢が軒並みエントリーを行っており、今大会でも激戦が繰り広げられることになりそうだ。 また、トヨタガズーレーシング WRC チャレンジプログラムの2期生である小暮光と山本祐希も出走予定となっており、リタイアとなっていた第5戦ポルトガルのリベンジに臨む。全大会から続くグラベル連戦の中でも、高難度の大会として知られるラリーイタリアサルディニア。1度目と2度目の走行で変化する路面状況への対応はもちろん、 狭い道幅やコース脇にそびえる立ち木や岩にも危険が潜む第6戦イタリアは5月30日木曜日から6月2日日曜日にかけて開催される予定だ。2024年 WRC 世界ラリー選手権第6戦ラリーイタリアサルディニア。